ここからは再び熱海市伊豆山からニュースエブリーの藤井貴彦キャスターとともにお伝えします。よろしくお願いします。私たちが今いますのは、おととし7月に大規模な土石流が襲った場所です。今の状況を見てみますと、ちょうどこの画面の右側から左側に向けて土石流が何度も流れたんですが、家が多く流されてしまいました。そして解体された家の跡がちょうど真ん中に見えていますね。また緑が多く茂っていて時の流れを感じます。さあ藤井さん、今日初めて伊豆山を見たということで印象はどうでしょうか。そうですね、私いろんなところで土石流災害などを取材したことがありますが、一番問題なのは上から落ちてきた土であるとか泥、そして大きな石の撤去なんですね。もちろん1年9ヶ月経っているという現状はあると思いますが、今まで私が取材したところの中では、一番この元々の地面が見えている感じがします。また先ほど家の元々の土台があるというふうに徳松さん話をしてましたけれども、その周りにもう緑が戻ってきているんですよね。で9月になりますと警戒区域が解除されるというお話がありましたけれども、解除されてからまた一歩前に進んでいくんじゃないかなというふうに感じていて、その前段階、それを待っている状況かなという感じがしました。そうですか。静岡のスタジオには伊豆山の近くにご自宅があって土石流が起きた時も伊豆山にいたという弁護士の若狭勝さん、今1年9ヶ月が経った現状、若狭さんはどう見ていますか。やはり遺族とか被災者にとってみると本当にまだまだという感が相当強いと思うんですよね。私は事件とか事故、自分のこれまでの職業柄いろんな人に会ってきてますけれど、そういう人たちが思うのは、あの事故とか事件の前日に時間を戻してほしいというふうに訴える人がすごい多いんです。ですから今回の伊豆山の被災者遺族の人たちも7月3日の午前10時半その前に時間を戻してもらいたいという思いを今だに抱いていると思うんですよね。ですからそういう人たちがそういう思いを抱くことがなくなるような形でどんどんとこの復興とかですね、回復が進めばいいなというふうに本当につくづく思ってます。若狭さん、1年9ヶ月というのは住民の皆さんにとって長いのか、それともあっという間なのか、どちらだとお考えでしょうか。復興という面においてはすごい、要するにまだまだ進んでないと、父として進んでないという思いが我々が思うよりもより一層思うと思うんですよね。その意味ではまだ時間がほとんどこの進んでないという思いを抱くことが多いんじゃないかと思うんです。先ほど藤井さんからもありました通り、現在土砂が流れた地域は原則立ち入りが禁止されている警戒区域に指定されているんですが、熱海市は9月1日に解除する方針を先週発表したばかりなんです。ですがすぐに住民たちが戻れるわけではありません。ライフラインの復旧に時間がかかることや、自宅が流された被災者は生活再建に時間がかかるなど、まだ多くの課題が残っています。現在避難生活を送っている被災者は132世帯227人ですが、警戒区域が解除される9月1日に帰還が可能になる方はわずか32棟にとどまる見込みなんですね。今画面が一部乱れました、失礼いたしました。さあ藤井さん、発生から1年9ヶ月、復興への課題やこのスピード感についてはどんなことを感じますか。若狭さんのお話からもありましたように、住民の皆さんの時間の流れというのをいわば行政側が考えなければならないと思います。行政側ももちろん全然手を抜いているわけではないと思うんですが、その1分1秒が住民の皆さんにとってどれぐらい長いものなのか、待ちわびているんじゃないかという気持ちを持ってやっていただければ、またスピード感とともに復興しようっていう熱意も出てくると思うんですね。このあたりが一番復興にとって大切なんじゃないかなと感じています。若狭さんは住民の皆さんの相談にも乗っているということですが、どんな問題をお持ちだと思ってますか。少なくとも今静岡県とか熱海市を損害賠償請求などで裁判を起こしているということですので、そうした県とか市がですね、住民目線で寄り添ってもらいたいというような形で相談を受けてますし、私もまさにそこが一番大事だと思っております。ありがとうございます。後ほどまた中継でお伝えします。